はいどうもこんにちは、リスのおうちが好きです。よろしくお願いします。本日はね、盛りだくさんです。やること、まずね、1つ目、2017サムライジャパンの累計開封をねしていきたいと思います。今回の狙いは、まあカープ純正でカープファン、大のカープファンの僕としましては、やっぱりね、田中君が欲しい。特にね、菊池さんは特殊で守備がね、守備適正 S に乗るので、皆さんにもね、超おすすめのね選手となっております。あとは石川歩さん、僕ね、石川歩さんの配球がかなりね自信があるんですけども、過去にもね配球動画いくつかね出しております。で、今回ねその歩さんにツーシームがねついたということで、かなりね強いと思いますので、獲得してね配球動画を出したいということで、石川歩さんと田中君の3人が今回の狙いとなっております。で、その後にですね、今回は OB のね第3弾の再臨をね30連だけね引いていこうと思います。まあ、なぜかというとね、田村さんがねどうしても欲しい。僕ね、今のガチオーダーでセンターがねちょっと空いてて、そこに田村さんを入れたいということで、30連だけなけなしのねエナジーをね補充して勝負していきたいと思いますので、ぜひね最後までご視聴ください。ではね、まずね、累計開封の方からしていきましょう。神引くぞ。はい、ではね、早速ね、西武、牧田さん、秋山さんからね、見ていきましょう。1個目からね、当たるのだけは勘弁してください。お願いします。調子くん。どうだ？どこだ？あ、大丈夫ですね。スルーしました。ということは、次はね、オリックスの平野さんですね。平野さんね、まあ、フォーク。はね、まあ結構でかいフォーク持ってるんですけど、さすがにね、フォークだけではね、抑えれないと思います。ということで、オリックスの平野さんも光らないでください。おい、OK ですね。ということは2チームスルーしましたね。はい、次はね、中日ですね。中日はね、岡田さんと平田さん。岡田さんはね、左腕でね、通信も持ってますし、超大ピンチも持ってます。ということで、結構強いですね。平田さんもまあ、超広角打法を持ってるんで、そこそこね、使えると思います。ただ僕はまあ、今回はね、そこまで欲しくはないです。ということで、見てみましょう。OK！ いやー、最近結構ね、後半までね、行きますね。次はじゃあ、ヤクルト。ヤクルトはね、まあ、山田さんだったら、まあ、継承しますね。で、秋吉さんはね、ちょっと狙いではないですね。山田さんはね、結構スピがね、低い山田さんを持ってるんで、当たったら、まあね、継承はしますが、まあ、ここもね、どうにかスルーしていただきたい。どうだ？よし！よしよしよし。ということで、次はね、巨人ですね。巨人、菅野さん。まあね、球種はね、通常版より弱くなってるんですけど、ストレートとかね、ワンシームのスピードがまあ、速くなってるんで、僕はね、まあ、この菅野さん当たったらね、継承しますね。あとは、サプライズ小林ということで、サプライズのね、発動条件がね、かなりね、厳しいんですけど、発動したらね、パワー比になって、弾道がパワー比になって、パワーもね、A になるっていうことで、まあ、ロマン枠ですね。まあ、動画のね、配信者としましては、小林さん当ててね、サプライズでホームラン打つまでやめれませんみたいなことをね、するとね、面白いと思うんで、まあ当たったらね、まあなかなか厳しいんですけどね、まあやってみたいとは思います。ということで、巨人ですね。さあ、どうか。菅野さんはね、結構欲しいですね。サプライズはまあ、企画用ですね。さあ、どうでしょうか。あサプライズ政治。まあ、広島のね、広陵高校出身ということで、カープのね、野村さんとね、まあ、甲子園決勝でね、まあ、ストライクじゃないかなと思うのをボールって言われた後に、まあ、差が小だったかな、に逆転ホームラン打たれてね、負けるという劇的なね、幕切れで甲子園でね、準優勝っていう小林さんですけども、サプライズ、そうですね、パワーが A、弾道パワー比になるということで、これ、いや、まあやってみましょう。ということで、今回は小林、サプライズ、小林でした。はい、ではね、気を取り直して OB のね、第3弾をね、引いていきたいと思います。で、僕の狙いはね、先ほど言ったように田村さんですね。ということで、DeNA を自チームにしてます。まずね、このね、再臨のね、OB の再臨は、かなりね、闇ガチャで、S のね、確定弾がないんですよね。なので、
自力で S を引いて、さらにその 20% の自チームを当てないといけないということでね、かなりね厳しいガチャになっておりますが、30連だけねやっていきたいと思います。まず10連目、まずね S 確定の演出来てください、お願いします。来い、あーレインボー来ない、お赤い赤い、頼む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 、上がれ、来い、かー来ない、頼む。いやでもね結構ね赤文字はね最近熱いことに気づいてきましたんで、ここ S をね、頼みます。レインボーまで行ってください、頼む、踏ん張れ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 、あーいやー厳しいのか、いやまだわからんまだわからん、来い来い、カメラカメラカメラ、いや来ない。でこれはこのガチャは OB 第3弾しか出ないので、 A ランクが出たらね結構ね熱い、藤村さんとかね落合さんとか、田村さんとかねの A ランクが集めれるんで、できるだけね A も引いていきたい、頼むお願いします。 A も来ない、いや A も来ない、いや来い、おー外熊さん嬉しい、最後は、おー藤村さん嬉しい、ラッキーということで、 A ランクのね引きはね良かったですね。ただ僕が欲しいのは田村さん、20連目お願いします、頼む、レインボー、あー来ない、いやーお願いします、諦めるな、来い、レインボーまで行って、レインボーまで行って、嘘でしょ、いやまだ来い、カメラカメラカメラ、いやーこれは厳しいな、いや A ランクを集めていきましょう。あー門田なんですね、いやもう最後もう最後です、いやーここでね諦めるとマイナス思考はね絶対にね良くないんですね。これ30連目で当てるというね強い気持ち、まずね S を出しましょう。 S を出さないとね、まあスタートラインにも立てないので、まずはレインボーから2枚引き、来い、いやマジで頼むよ、 S 一体は引かせ、来い来い、踏ん張れ踏ん張れ踏ん張れ、くー、なんかエースの確率少なくなってない、カメラ、おお来た来た、カメラ来い、カメラカメラ、くー、いやーまあスタートラインには立てました。これで OB 第3弾の S は確定したので、 20% で田村さんなんですけど、カメラが来てないのがねかなり怖いですね。ただね諦めません、いや30連目ですどうにか引けましたね、お願いします、誰、いや田村さんが欲しいよ、お願いし、こい、あーアブレイユ、いやー緊張しますね、いや田村さんをね本気で欲しいんです。ずーっとガチャ引いてきて今までね一回も当たったことないんでね、ここでマジ当てたい、神引きよ、いや田村さん、いやあなた出ていいんですよ、 S のあなたが欲しいんです、あなたが欲しいんです僕は、ということでいつ来るんだ、来い来い、くぁアブレイユさん、いやーいけないか、ここでもいやーいけないか、いやまだあと見たいる、いやだから田村さんあなただったんだよ、いややっぱり引けない運命なんですかね、最後お願いします、いやー違うんだよ、いやー終わった、終わりました、すべての力を出し切りました。皆さん
さあ、神戸のファイナルミキサーをしていきます。なぜ神戸かというと、選手一人でね、ミキサーできるだけですごいんですが、このミキサーは限界突破回数特訓特殊能力が引き継がれます。なので皆さん、素材がある方は絶対ね、5回きっちりやっていきましょう。はい、まずね、1回目は、マルティネスと田口さんを狙って、抑え枠でね、行こうと思います。この2人はね、なかなかね、A ランクも当たらなくて、もしね、突後のね、この2人がね、手に入ったらめちゃくちゃね、嬉しいですね。ということで、長寿くん、お願いします。まあまあ、そうね、うまくはいかないっていうことはね、わかってるんです。ただね、オスナさんもね、これからね、強くなっていく投手だと思うんで、突後のね、オスナを取れたのは、かなりね、大きいと思います。これはね、補強になりました。2回目からはね、カーブ純正のね、補強をしていきたいと思います。なので、基本ね、持ってない選手だと嬉しいんですけど、坂倉さんだけはね、ちょっとアニバを持ってるんで、そこだけはね、被らないでほしいんですけど、あとね、持ってる選手以外だと、誰でもね、いいかなと思います。田中さんか。まあね、狙いではなかったんですけど、カープのね、3連覇のね、立役者でもありますしね、好きなね、選手なので、これはこれでね、嬉しいです。残り3回もね、カープで引くんですけど、すべてね、極めの選手を投入するので、かなりね、勝負になります。ということで、よろしくお願いします。3回目ですね。いやー、秋山さんは嬉しい。ということで、最新のね、秋山さんをね、手に入れました。ということでね、全シリーズの秋山さんをミキサーにね、かけていきたいと思います。4回目です。お!バットに当たったってことはニュー選手確定ですね。よろしくお願いします。いや、大瀬良さんもマジ嬉しい。僕ね、4100の大瀬良さんからね、ちょっと継承できてなかったので、これはね、継承します。ということでね、次は4100の大瀬良さんをね、ミキサーにかけていきたいです。という風にね、こうやって当たった選手の全シリーズを、またね、ミキサーにかけれるっていうのはね、かなりね、神ね、形式だとね、思います。最後もお願いします!アニバとの無意味な2体持ち。